おや、お連れさんかい？どうぞ。ん？その目は、もしやソルジャーかね？え？ああ、うちの子を知らないかい？ザク、大丈夫かい？ああ、誰だって？ザックス、ザックスウェアだよ。ザックス、いや、知らない。生意気なこと言って飛び出したきりでね。最初のうちは手紙をよこしたが、あなたが来た時もてっきり手紙にあったガールフレンドかと思ったの。しつこく聞いてごめんなさいね。ザックス、ガールフレンド大勢いると思います。お楽しくやってるならいいんだけど、頼りがないのはなんとやらっていうしね。うん、そうですよね。もし、もしも息子に会ったら連絡だけでもするように伝えてくれんか？もちろんです。クラウド、失礼しよっか。もう行くのかい？何にもなくてごめんね。いいえ、私も突然来ちゃって。何も何も。さあ。え。クラウド。私、何してるんだろう。ザックスの話したよね。ほら、好きだったとかそういう話。ああ、ここふるさとだって聞いたことあって、ちょっと似てるかもって声をかけたらお父さんだったの。ご両親の気持ち何にも考えてなかった。お家にまで上がり込んで寂しい思いさせて。そんなことない。いい気晴らしになったんじゃないかな。そうだといいな。そいつのことまだ好きなのか？なんというまっすぐな質問。そうだね、嫌いになる理由ないもの。連絡もないって。そう。エアリスを放っておくなんてどうかしてるな、そいつ。ん？ソルジャーなんだよな。それなら可能性としてもう死ぬ。クラウド？悪い、少し休む。
クラウドね、ザックスのこと全然知らないみたい。とにかく休もう。